デート、リケードさんチルマップしましたね。次どこ行きましょうかね。 Today is 原宿。 Every day 原宿。 Yeah。 こっち歩いて何がありました。ちょっとストリートのちょうど真ん中かな、ちょっと原宿寄りにティファニーのなんかやってます。ちょっと見ますか。ちょっとね、原宿のチュアお世話になってるお店も行ってみたいと思います。ここはシンズって言うんですけど、去年今年3月にオープンしたばっかりの音楽とか楽器とかをモチーフにしたとても可愛いお店です。楽しみー、行けてるー。アサチル、アサチルの働いてるお店シンズにやってまいりました。イエーここはですね、デザイナーの稲垣慎さんがデザイナー人生の集大成として作られたお店です。見てみましょう。見てください、めっちゃかわいい。カセットテープ型の IC カードケースになってます。こんな風に IC カードを入れて持ち歩けちゃいます。ちゃんとこういうカセットテープの入れ物に入ってるんですよ。かわいいですよね。値段は1800円前後、2000円前後。お手頃、お手頃。で、ここのお店の素晴らしいところはテクノポップとか音楽とかすごい大切にされてて、このカセットテープもプラスティックスっていう原宿発信の昔めちゃめちゃ、かっこいいバンドの、ロゴとか使ったのとか、同じくメロンっていうバンドのカセットテープを作られたりしてます。ちゃんとレコードも置いてあるし、でこれとかチェーン持ってるんですけど、スピーカー型 のバッグになってます。見てください、音が鳴りそう。これとかも見てください、イヤホンになってるんです。芸の細かさも嬉しいところですよね。お洋服もあるし、お洋服もカセットテープ型のお洋服とか、このシーズさんはニットもプリント型にできるという特別な手法を持ってらっしゃるので、すごく誰とも被らないスタイルができると思います。レコード型のバッグです。これは本物のレコードを使われてて、ちょっと傷とか言っても修理も可能になってます。手厚い保証、リップ型のバッグとか、これですね、ギターアップコーチチーム持ってる、これなんかここ動くんですよ。今日もボリューム全開で生きていきましょう。ボリュームこの辺はあれです、ギターのヘッダーをイメージ作られたポーチなんですけど、ちゃんとピックもついてるし、中はこうちょっと仕切れるようになってたりとかします。お店のアイコン、マネキンのチカちゃんです。カセットテープの形してます。お金ください。かわいい。
ハーモニカ型のちっちゃいミニポーチです。今にも音が鳴りそうなシートにして、オリジナルのグッズたくさんゲットしてください。いろんな音楽を聴いていろんな気持ちになりましょう。それじゃあね、バイバイ。番組を最後まで見ていただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。